突然ですが、こちら浦見まこチャンネルのアナリティクスでございます。それぞれの動画から何人のチャンネル登録があったのかを確認することができる大変便利な機能、詳しく見ていきましょう。ごく稀に2人や3人、少し多くなっているのが自己紹介動画の9人、ポンポコ24の企画に乗っかったポスケチャレンジは6人と若干多くはなっているものの、ほとんどは0人という悲惨なありさま。動画をご覧いただき、そのまま登録してもらうことがいかに難しいことなのかがお分かりいただけるだろう。その中で圧倒的に登録者数の増加につながっているのが VTuber チップスの開封、約600再生で14人の登録者。ラーメン界も同じぐらいのペースで再生されてはいるものの、登録してくれた方はまさかの1人だけ。やはり VTuber を名乗ってる以上、 VTuber に馴染みのある方をターゲットにするのが得策なのである。しかし正直なところ、 VTuber チップスの動画を出した頃はチャンネルを始めたばかりで作りが未熟だった。このタイトルテキストの色使いのセンスの悪さも、このうまいこと言ってやったぞというドヤ感も、そしてアドの振りからのこのツッコミも、この例えツッコミもきつい。全てがきつすぎる。今こうして見返してネタにするのもかなりきつい。面白い編集してやったぜという編集者のドヤ顔がどうしても透けて見えてしまう。編集者はどこか、編集者に話がある、編集者出てこい。しかし私は日々成長しているはずだ。今ならもっと面白い動画を作れる。いいや、作ってみせる。同じチャンスをもらえるならば、もっと登録者を増やせる。他に VTuber として登録者を増やせるコンテンツはないのか。分かりやすく数字を持っている乗っかりやすい祭りは、 VTuber チップスのように美味しいネタはないのだろうか。ないならもう一回やればいいんじゃないですか。マコ、もっと VTuber チップス欲しい。ポンポコさんのカード欲しい。オメシスも欲しいですよ。いや、しかし旬が過ぎたにも程がないだろうか。まだやってる人はいるのか。そもそもまだ売っているのか。いな、他にないなら同じことをもう一度やってみるしかない。前回より VTuber の知識も増えている。当たった VTuber を一人一人詳しく語り紹介し、もっと有意義な動画にできる。いや、してやろう、してみせよう。というわけで私は深夜にもかかわらず早速ファミリーマートに向かった。1店舗目なし、2店舗目なし、3店舗目、4店舗目、5店舗目、6店舗目、見つけた、ついに見つけた。浦見まこ、サメ村ジュゲムよ、待っていろ。さあ、数はわずかだが最高の開封をしてくれ。どうもー、300日毎日 VTuber 浦見まこです。どうもー、サメ村ジュゲムです。よろしくお願いします。お願いします。 VTuber チップスリベンジ。誰か出るかな、何か出るかな、タタ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 タ。まずは1枚目、てっ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 て、あ、カードが詰まって。工場アンナちゃん、工場アンナちゃん、前回も出てきてくれましたね。古城太のみんな、キラハピ、2022年3月20日デビュー、ナナシインク所属、東京都北区赤羽シュガーリリックのメンバー、8億年に1人の美悪魔、アンニャンこと古城アンナ、座右の銘は可愛いは正義。そんな彼女にはへそを舐めてもらいたいという至極真っ当な性癖があり、妖怪へそ舐めさせたがりという二つ名を持っており、一部のへそらーから絶大な信頼を寄せられております。趣味は彫金で、自宅に専用スペースがあるほどの本格派。それを活かしアクセサリーなどを作成する配信を不定期で行っている。ここぞという時に飛び出る重低音が効いた通称パパの声を堪能したいという特殊なフェチをお持ちの方は、今すぐこの動画に飛びましょう。概要欄にリンクを貼っておきます。続いて2枚目、くにこまこまるさん。こまるー、こまるー、何回も来てるね。もう友達だね、まことは。こんこまるー、2021年8月デビュー、ギャルゲエロゲが大好物の清楚な青霧高校2年生。活動初期からの主力コンテンツである ASMR が爆薬となり、剥奪1回バン1回、収益化をめぐり YouTube と長い攻防を繰り広げてきたのは有名な話だが、あくまで清楚。ファンネームはマロン組、姉は占い師、脳内ピンクの爆乳美少女くりこまこまる。続いて3枚目でーす。未来あかりさん。未来あかりさん。嬉しい。やったやったやった。2017年10月27日から YouTube 未来あかりプロジェクトとして活動開始。もちろんご存知、バーチャル YouTuber 視点のエゴサーの姫。体重はハンバーガー460個分。未来あかり。今更説明するのもやぼってもんだが、やぼ承知なのがこの企画。記憶喪失という設定を忘れてしまうほど見事な記憶喪失っぷり。一時は首を痛め、ドクターストップにより動画投稿を休止しておりましたが、昨年6月無事に再開。自宅には浴室がなく、洗剤はもっぱら近所の川。それが未来あかり。ちなみにどこのバーガーショップかにもよりますが、マクドナルドであればハンバーガーの標準製品重量は 104g。 ここから推測される未来あかりの体重。
続いて4枚目、ガブリエルさん。おー、前回出てないけどね。そう、出てない。ガブリエル、はじめまして。青霧高校所属の元個人勢、2019年8月30日にひらがな表記のガブリエルとしてデビュー。2022年4月15日青霧高校に教育実習生としての加入を機に現在の表記ガブリエルに改名。バストサイズは ABCDEFGHIJKKK。ちなみに ASMR が原因で YouTube の収益を剥奪された過去がありますが、現在ではニコニコに ASMR 専用の裏チャンネルがあります。裏リエル ASMR チャンネルは月額税込み550円。続いて5枚目、クリコマコマルちゃん2枚目だ、嬉しい。何回もクリコマコマルちゃん出てきて、もしかしてブラミのこと好きってこと？さあ2枚目の登場、クリコマコマル。先ほどの1枚目の紹介で全力疾走で使い果たしたつもりだったのですが、どうやらこれは神からの試練。まだいけるよな、そんなもんじゃねえよな、という神のお告げが頭の中で鳴り響いております。それではもう少し掘り下げていきましょう。活動初期のメインコンテンツだった耳なめ ASMR 配信により、多くの男性視聴者の下半身を慰め続けてきた彼女。 YouTube のガイドライン変更に伴い、当時の ASMR には二度とお目にかかれないのかと思われていたが、なんと2022年8月にニコニコチャンネルに裏コマルチャンネルを開設。この朗報に男性視聴者の下半身はフェニックスさながら羽ばたき歓喜した。事務的メイドと奥までずっぽり濃厚イチャラブ生活、耳なめ専門シスターのジュポヌプ ASMR、 いけないナースさんのジュポリ診察など、オノマトペを使わせれば VTuber 界でも彼女に勝るものはなし。匠の妙技とはまさにこのこと。裏コマル ASMR プランは月額税込み550円。最後6枚目、あ、浦美真子だ、かわいい、やったー、浦美真子ちゃんだ。2022年7月、 MacBook Pro 1台で VTuber 界に突如現れた個人勢浦美真子チャンネル。この物語の主人公14歳中に浦美真子の選曲は、ザードからニルバーナまで謎の幅広さ。真子を支えるその他の登場人物は、相方の割に出演回数は少なめ、サメ村ジュゲム、天才黒幕、愛と平和の強み真子、モデルはもちろん手書き、表情はたったの4種類、モーションはこれだけ。7月2日にチャンネル開設し、登録者数が1ヶ月後の8月2日にはなんと驚異の42人到達。準備期間はなし、やりたいと思ったその日に始動した行動力の化身、外注は一切なし、パンクロックの精神で全てが DIY という具合に、技術力のなさを逆手に取るような言い訳ばかりを繰り返してはいるが、足りない分は燃えたぎるパッションでカバー、技術は後からついてくるはず、俺らまだ伸びしろしかないわ。そんな我々のチャンネル名覚えて帰ってください。せーの、浦美真子チャンネルでした。